動いた。そう、真正面から行きたかったけどダメなんだよ、こう管理されちゃってるから。一応立ち入り禁止入ってるからね。はい、さやさんこんばんはね。どうもありがとうございます。コタさんこんばんは、お疲れ様ね。そう、うん、過去にあったのかもね。ね、そうそうね。でも多分おそらくここの持ち主は多分地主だと思う。なんかがあるから多分稲荷つけたんじゃないかな。うん、ある。あ、本当。なんなんだろうね。まあ、ここもね、結構やばい。こっちの方がやばいな、僕的には。怖く感じた。やばいよね。はい、お魚さんこんばんは。とーりゃんせー、とーりゃんせー。ここはどこの細い道だ。古戦場か。なんだろう。まあ多分山の神だと思うよ。だから山を守ってる神だと思うんだけどね、僕的には。稲荷さんが守ってるんじゃないかな。うん。あ、そうなんだ。そう。で、これは新しいから、向こう側に古いのがあるんだよ、ほら。ちょうど見える。あ、なんかいて。なんかいてえな。竹の子か。わかる？その正面あたりぐらいに。あれが多分昔あったやつだと思う。ほら。見えるかな？ほら、そこにあるでしょう。あれ、多分あれがそうだと思う。待って、ちょっとビデオカメラで見てみようかな。あ、あるね。小屋があるね、小屋がね。小屋が。覗いてる？どうなんだろうね。あそこちょうどね、真正面だね。あれが古いやつだね。例出てくれ。怖いよね。罠に気をつけて。了解。イノシシいそうだからな。気をつけて。あそこにお分かんない。暑い。鈴村一発さんって知らない。誰だろう。庭の外作るだよ。マジ。はい、会議さんここ、こんばんは。まあ言い訳ですね、ここね。家の中いる？いない。来た。ふぅ、晴れてよかったね。模様のないものとさせぬって言われちゃうよ。そう、何かあるんだね。ここ系結構ね、その老婆系とか多いんだよね。暑い暑い、汗かいてるもん。蒸し暑い。なんかマジ？な、ここ、さっきのところがこっちの方が嫌だな、僕は。ここの方が嫌な感じがする。今はね、ちょっと、テルトさん、ちょっとこう、様子を見てます。子供の霊がいる？新幹線見に来る？新幹線いいよね。更年期なのかな？わかんない。汗か、運動してるしね。結構ね、こう、勾配すごいのよ。これなんか糞じゃねえか？動物いるな。こういうとこで何が嫌だっていうのはやっぱね、うわ、毒キノコだ。あのね、何が嫌だったら蛇ですね、蛇。蛇が一番怖いよ。いきなり来るから、蛇。蛇が一番嫌だね。蛇が。急にいると、こっちの方が寒いな、じゃあ。18度だ。さっき18度ぐらいだったから。こっちの方が寒いかも。子供っぽい？マジ？おお、蜂？いきなり襲われたよ。ブーンとか言って。ふざけんなよ、お前よ。それ襲うなよ、お前。餌食にすると、太陽圏の。どうですか？スズメ、今スズメの音ではなかったけどね。なんか、なんだろう。スズメはなんかもうちょっとね、あのぶっといね、ブーって言うから。そう、スズメたちとかもいるからね。どうですか皆さん。かい怒るよ。生き抜くんだもん。触るなって。新幹線ここね。新幹線待ち。
また赤色行こうな。じゃあ赤色する、これにする、赤くします。うん、はい、ツイッターね、アルゴにします。よかったらね、アブ、アブはね、もっとね、見たけどね、僕前だって伊勢神行ったらアブ入ってきたって、車の中に。で、すごかったよ、音も出てくれたからよかったけど、ちょっと止めてたら、伊勢神止めてたら入ってきやがって、まだ開けてたの。はい、みくさんこんばんはね。赤やめよう、怖いんでしょう。うん、蜂の子怖いね。はい、まさかこんばんはとかね、怖いゲームでしょう。すごいよね、でもね、すごいよな、新幹線って赤色ですよ。痛いんだ、やだな。今日ね、ちょっとだけね、赤見づらいでしょ。そう、赤見づらいの、緑の方が一番見やすいと思う。緑の方がまだ見やすくない、どっちかというと。はい、リキさんこんばんは。赤雰囲気はあるけどね、緑だと赤外線カメラ風でしょ。ああ、暑い、汗かいちゃったよ。そう、緑の方が見やすいかも、どっちかというと。ほらね、なんか俺も落としてるんだよな。まああと何か5分ぐらいしたらまた来ると思うし、雰囲気あるでしょ、緑の。暑かったね。子供といる、子供いないって。どこにいるの、お子さんいます。ここどこ。ここね、日本ですね。緑の落ち着く、赤だとちょっと見にくいんだよね。そう、もともとルーメンがないからもね。あきらさんこんばんはね、いらっしゃい、お疲れ様。午は飛行機だと、うん、そう、学校ナイトショット赤外線カメラ。はい、勝谷さんこんばんはね、高橋さんね。あー、お疲れ様ですね。そう、今日はね、僕はあんま寝不足なんで、あんま長居はできて、長くはできないんだけどね。赤はね、見にくいんだよね。僕が見にくいの、正直。多分皆さんもその場所によってだと思うんだけど、こういうとこだと見にくいね、多分ね。女の顔、マジ。ちょっとこれ写真撮る、ちょっと手で写真撮るか、せっかくだから。うわ、怖え。え、なんか映った、ツイッターにアップしますね。ちょっと見てください、よかったらね。ていうかちょっとね、ツイッターにアップします。あっち、ちょっと待ってね、皆さんね。今じゃあアップしますよ、ツイッターね。あ、ここバリバリだね。はい、アップしましたんで、皆さんよかったら見てください。熱っ、めっちゃ熱いんだけど。はい、はい、こういう時に限って電車来ないのね。ここで怖い、ちょっとまあ暗いからね。このぐらいでどう。まあ自殺はどうだ、まあ、飛び込む音なら飛び込めるけどね。うん、コッパみじんだと思うよ。そう、でもほら、ここにいたら運転手さんが急ブレーキかけても困るから、僕はほら電気消すけどね、一応ね、念のため。はい、こんばんは、どうもね、いらっしゃい。はい、
キャベさんこんばんは。ね。ネククロさんこんばんは。後ろはいそうだね。ミュレさんこんばんはね。いや。いる？かっこいいだ。頑張って、姉さんね。楽しくなってる？マジ日野さん、ほんと？なんかちょっと頭痛いんだよね。ちょっとずつっく。ちょっと頭痛い。なんかこの辺ヒヤッとするんだけど。だってすごいっしょ、これ見てよ、これ。ちょっと電気つけられないけど、街灯見てます。あれしかないよ。わかる？街灯があれしかないって。あれしかないんだよ、街灯。真っ暗だよ。根本さん、こんばんは。来た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 。あれめっちゃ早っ。見た今の。見た。はえ。16時編成でやべ。はえ。自動なの運転。すごいよね。加速してたよ、今。うん。リニア乗ってみたいよね。早いよ。望みだと思う、多分ね。音がね、ほんとね、もうほんと寸前ないでわかんない、静かで。うん。もっと早いリーナはもっと浮くからね。はい、のぞみさん、職員さんいらっしゃいね。エムさんどうも。お腹空いてない、食べてきたからね。そう、16台あれだからね、早いよ。まあ見てよ、この雰囲気を。今ね、どこにいるか知ってます？実はこれね、岐阜県です。岐阜県の飛騨市ですね。飛騨高山の方に来てます。はい、岐阜県の飛騨高山の方に。新幹線通ってないって皆さん突っ込んでるね。はい、マリさんこんばんは。違うよ。何があったところ、なんか、ね、昔ね、ここでなんかあったみたいね。それがちょっとあんまよくわかんないんだけど、僕もね。ただこの辺りにその稲荷神社があって、この辺りにこうなんかね、少年の霊が書かれたりとか。そう、めっちゃ暗いっすよね。まあこんな感じ。あんまやるとほら、みんな寝てますからね。まあちょっと、こんな感じ。まあ、この辺りに出ると言われてますね。さあ、岐阜県来てないです。マリさん、来てない。マイナスホット。はい、了解。はい、こんばんは。あー、スパちゃんね、ケケさん、スパちゃん、ありがとうございます。今日も、いつもありがとうございます。本当ね、白川郷、この間行ったじゃん。遠いよ、白川郷は。ありがとうございます。すいません。どうもね、ありがとうございます。スパちゃん、ありがとうございます。うん、静岡の方じゃない、今日は。まあ静岡の方まで行きそうになったけどね。まあ前回行ってるからいいかなって、うん、戻ってきた。うん、今日ちょっとここか、もう一個行こうと思ったの。そう、ソースさんには前言ってたけどね、そのなんか結構怖いとこがあったんだよ。迷ったんだよ、今日こっちにしちゃった。だから土曜日がちょっとね、雨降るっぽいから、ちょっと怪しいよね。2000年って意味ね。うん、そう、恵比寿やね。よく覚えてるな、高橋さん。はい、生木さん、またお願いします。怖くないですか？怖くはね、慣れてればよ。何回も言ってたら大丈夫よ。皆さんこんばんはね、いらっしゃい。え、なんか落としてる。え、なんか落としてる。そう、群馬遠いな。何？体調は大丈夫？一人無理？いやいや、いけるでしょ。朝こんばんは、ともね。お一人様です、今日は。お一人様。危険です。はい、サバがね、了解です。お腹と食べたばっか。うん。岐阜じゃないよ。いけますよね、慣れたら。明日休みだよ。今日夜勤明けだから。明けだから。今日夜勤明け。夜勤ダブル夜勤だ。何？へへって笑ったんだけど。何今の？へへって何？一緒にいない。ん？何？え？
飲もうと。へへってなんか言わなかった、聞こえなかった今。え、聞こえなかった？え？ん？なんかいる？ん？喋ってると？え？え？なんか声聞こえるんだけど。え、何？写真今撮ってないけど。お経が聞こえる？やばい、やばいな。何？だって撮ってもどこにどこになってるか分かんないんだもん。ここの橋を撮っといて。声が聞こえてんだよね。動物かな？今聞こえなくなっちゃった。なんだろう。そう、今日も走れないんでね、今ね麻痺しちゃってるから、あんまりその麻痺が痛くなっちゃう。あ、涼しいな。ここの辺なんかすごい涼しいんだけど。何何この涼しい雰囲気は。よいしょ、トモさんこんばんは。とね。ヒヒだった。そう、そんな感じ、そんな感じ。聞こえたよね。なんか聞こえたんだよね。なんかある。なんかある。声した。なんか足痛いぞ。足痛いぞ。どうしよう。ないよね。風はないんだよね。ね、ヒヤッとする。あ、ケルさん、こん、ね、ありがとうございます。スパちゃんね。挨拶代わりで、スパちゃんありがとうございます。すいません、ありがとうございます。え、言ってる。あ、鳥かな、鳥かな、鳥かな、もしかしたら鳥かも。猿か。本当猿、この人猿いないと思うけどな。よびさんこんばんは。でもね、打つ見やすく痛い、大丈夫。うん、ジクジュいないね、誰もいないよ。え、なんかいる？ウキ？サル多分いないと思うけどね、この辺りは。はい、ヨちゃんこんばんは。ともね、いらっしゃい。腰が痛い。人の声？なんかね、大丈夫かな、これ。クマはね、ここいないと思う、まず。いたらやばい、ここ。民家あるし。うん。老婆が出た。老婆こんなとこ座ってたら嫌だよね。で、わかんないからな。老婆も、ほら。ね、いろいろ病気があったら、そのまま外出たら。何これ？なんでこんなの動いたの？大丈夫これ。ホワイトダーが殺されちゃうじゃん。やばいよ。認知症、そういうのがあるからね。わかんないよ。いきなり立って、立って。民家そこに一軒あったね。顔出しはね、僕しない。なぜかというと、顔出しで売ってるわけじゃないから。うん。そう。僕はもう昔から、その別に自分なんかどうでもいいんですよ。そう。自分アピールはしないんで。僕はほら、もともと、心霊を見てもらいたいなと思ったんで、怖い。来た来た来た。あ、すいません。あります。どうしようね。そう。ありがとうございます。こちらね。すいません。そう、顔は別にどうでもいい。僕はね、この怖さをね、皆さんに見せたいなということで、顔はしてないんです、あえてね。この怖さを味わってもらいたいんですよ。うっ！音鳴った。ドスン。何もこれか。びっくりした。民家の人、そう、あ、いや、びっくりしちゃったからね。やばいよね。静かに行かなきゃ。真っ暗で行きますよ。そう、真っ暗で家見えるんですか。見えない、ね。家見えないです。猫落ちた。ブレーカー落ちたよ。落ちた。
真っ暗でしょ。僕俺全然真っ暗でも歩けちゃうんで。たたれそう。それはどうかな。大丈夫と。霊感はないけど、まあその見える時もあったけどね。今は見えないかな。まあ、このぐらいできなきゃ心霊配信者ダメですよ。うん、あ、ケイさんありがとうね。すみません。吹き飛ぶでしょ。ありがとうございます。ここに民家があるからちょっと静かにね。ありがとうございます。昨日は座ってる。まあそのぐらいできなきゃ死んだりするじゃないよ。まあ一人で いけないやつは下手ってんじゃないの。怖くてそういうやつは多分呪われちゃうね。多分今度こっち側に行きますね。あえてドギドギ音聞きたい今の音。こんばんは、会長さん。いきなり後ろから音。洗礼食らった。音の洗礼。ラップ。音さん、こんばんは、しげさんね。やだなぁ。もう、後ろから来るんだ。やだよね。聞こえた。参ったよね。正直やられたね。うん。違う、今石がなんか落ちてきた。上から石みたいなのが始まりました。ありがとうございます、ね、皆さんありがとうございます。駅は怖くない。そう、700人の駅はこう逆にうるさくなっちゃうと思う。いやーでもね、すごい雰囲気あるってことだよ。もうびっくりした。はい、おやすみなさいね。またお願いします。うん、昨日の指示後ろなんかね、えい指示木がね結構買ってる。ここ何なんだろうね、この空き地みたいな。あ、どうもこんばんはね、加藤さんね、いらっしゃいませ、ね、めっちゃ暗いとこだよ今。どこにいるんだろう。あ、多分あの辺だろうな。なんとなく分かった。うん、井戸なんかないよね。なんか癖になったんだよ。あ、これもしかしてドコモ。これドコモかな。はい、お父さんこんばんは。今日こうってそれもちょっと飽きてきたからね。一気にカタ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 。すごいね、この辺の人って。もう新幹線寝れんのかな。うん、なんかね、匂ってた。結構でもここ雰囲気あるね。1時間コースにはいいかもしれないね。でもね、この下がなんか峠っぽかったんだよね。慣れますよね。そうそうそう、一回も何回も行っても慣れる。でも怖い時は怖い。急にやられるのが一番だね。そう、
このね、下のなんかやし、ここお寺があるんだよ、ここお寺なんだよ、これお寺なんだよ、だお寺が絡んでんじゃねえかな、何か峠っぽくなってんだよね、これお寺なの、これ峠コースで、ここめちゃ明るい、お寺なんですよ。お寺なの、ここも峠なんだよね、減速帯とかあるから、しかも広いんで、結構これ水道かな、これさっきのとこってそんな感じがするんだよ。せじさん見せたね、え、なんか動物いるな、やっぱりここ、うん、何なんだろう、すげえ二重ゲートだ、はいこんばんは、どうもね、まあいわゆるここはね女坂と言われてるところですね、ここですね、女坂、本当？はい、こんばんは、ちょこちゃんね。じゃあ、後半戦ね。行きましょうか。じゃあ、今度は女坂の老婆のとこに行きましょう。スタートです。あ、ケリスさん、すいませんね。先ほどからありがとうございます。こちらね、どうもありがとうございます。ここね、老婆の目撃が多いらしいんですよ。老婆注意、暗いでしょ、でもこれつけるとねこんな感じ、ありがとうございます、こちらね、すいません、老婆が離れるかな、寒くなるとバッテリーの減りも早いな、少しずつ配信は何時くらいまで、今日はねちょっと寝不足なんですよ、僕4時間しか寝てないんですよ、だからもうおまけであともう一箇所行くかもしれないですけど、うん、なんか落としてんの、そう予定ではね、 そんな遅くない、今日はできないと思う、で今週はね一応次土曜日ですね、土曜日ただ雨降るので一箇所ぐらいになっちゃうかなって、まあ多分時間は11時半とか12時頃ぐらいからスタートになると思いますけどね、でもしかしたら木曜日にゲリラあるかもしれませんけど、うん、そうですね、トスさんが行くんだったらちょっと近場だったらちょっと少しあのゲストで寝ようかなってまあ考えてますけど、あんま遅くにできないんだけどね、仕事があるから、うん、右は明日梅雨でしょ、そうだね、うん、なんかある楽、そうだね、そう今日ねちょっとね午前中もすごい車のほらあんま調子よくないんで、うん、木曜日ね、ただね僕ね仕事が5時までなんでそう、まあ8時とかで合流できるんだったら、まあ10時半ぐらいで帰りたいなって僕的にはできればそう次があるからね、まだ、うん、そう、そうですね、また LINE ください。うん。近場で1箇所ぐらいだったら。あ、今井さんもありがとうございます。すいません。スパちゃんね、またありがとうございます。うん、よろしくお願いします。今回ゲストで、ゲリラは僕のが。あそこ行こうか。あそこ行こうかな。ね。そう、9時頃ぐらいからスタートだったね。そう、遅くても11時には帰りたいなと思ってるんで。11時半には家着きたいんで、もう寝たいんですね、できればね。そうそうそう。ね。よろしくお願いします。スパちゃん、ありがとうございます。来た。すごいよ。早いもん。最終？車の調子はちょっとね、まあ多分おそらくオイル交換して、切り子とかそういうカスが絡んでんじゃないかなって、そういう噂があるから、新しくなって、それを、なんていうの、溶かすやつがあるのね。こう、
オイルでね、まだ走ってる。それをちょっと今日入れてもらったの、無料で。でちょっと様子見なんでね、今日は今のところそれからは、ね、なってない。まあ昼間は暖かいからなんねんだけど、朝と夜夜中とか寒い時になるから、ちょっとずつね、今冷えてきてるからなるかもしれないけど、まだなるだろうね。だからちょっと遠出してきたの今日、馴染ませるためにオイル。ここですね、この辺に老婆が出ると。ケイさんすいませんね、スペースね、運転していいですよ、どうぞどうぞ、よかったらケイさん入ってあげてください。皆さんね、階段のため通行はできません、自転車。これね、橋ね、意味ないんですよ、向こうに行けないんですね。見たいよね、ありがとうございます、ありがとうございます。うん、映ったっていうのがね、怪しいのが、京都の京都駅で僕なんかがすれ違う老婆っぽいのがあるんですよ。あ、来た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 、すごい、見えねえか、あ、いや見えねえ、早くて見えねえ。今まで怖かった、やっぱりあのね、最初の出だしが怖かったかな僕は。うん、花が綺麗だよね。渡れない橋なの、もう行き止まりなの。いわゆる封印された橋、何かあったんじゃないの。まあさっきの森に出る予定だったのに、もう木がすごくてダメだ。前にね、ファンベルト、はい、松本さんこんばんは。うん、カスタマイズ看板来ました。それぞれの動画を見てあげてください、皆さんね。ちょっとここで手でしょ、ちょっと写真撮るね。うわ、怖えな、これ。怖えな、これ。またちょっとツイッターに上げましょうか。ちょっと待ってくださいね。音だってね、カンとか言って聞こえた、今の音、ラップ音。じゃあ今ツイートしました。今落としたでしょ、カーンと。聞こえたでしょ、もうカーンって。なんかすごいね、ここ。音すごいよ。いや、でも不気味だな。顔見える？あ、これこれ、あ、来た来た来た、また来た、新幹線、ひょーん、あ、いや、次は新横浜、はい、次揺れてるもん、まだ行こう。はい、次は新横浜でございます。残りね、あと5分ぐらいで着きますね、新横浜。はい、ご登場こんばんは。そう、早い、ローマ乗ってた、もしかして。怖えもん、赤にすると、赤にすると怖え。そうだね、5分に1本ぐらいだね今ね。うん、あ、お腹が鳴っちゃった。うんうんって。トシさんこんばんはと。そう、赤怖いよね、なんかね、僕も怖いもん。
なんかいるんじゃねえか、なんか乱れてるような感じがする。いっぱい来んね。280キロぐらいだったよ。ここ多分すげえ乗るところだったかもしれない、スピードが多分。なんか聞こえた？はい、ミキさんこんばんは、いらっしゃいね。赤やめて。僕だって赤やりたくないんですよ。ホラーゲームみたいでしょ。ゲームじゃないんですよ、リアルなんです。そう、お腹鳴っちゃった。人の声かと思った。早すぎるね、これは怖い。現実僕らが一番怖いんですけどね、皆さんね。皆さんほら家で見てますけど、僕はほら現実一人ですから、ここに。怖いよ。タバコはやっぱ一番怖いのは僕だと思うよ。じゃあラーメンね。そうね、で東京から品川とかもすごい遅いもんね。あ、救助所ありがとうございます。ピンクないんですよ。ピンクがないから、こうするとピンクっぽくなるでしょ。白を入れるとピンクっぽくなるんです、若干。若干ね。まあ、音楽流したらね。おーい。いますか。おばあちゃんいる？音なんねえな。お茶。はい、しゃさんいらっしゃい。クソさんね。鶴さん、多分疲れてて寝てると思うよ、多分。多分ね、仕事がね、遅いからね、鶴さんね、朝から。ほら、行き止まり。トントン。小遣い用盤に。おばあちゃーんって。車買って、ハイブリッドでいいんだけど、できれば新車で、お願いとか言って、京子さんじゃないんです、おばあちゃんの、おばあちゃん。鶴さん、今日はやってないと思うね、多分。鶴さんは日曜日がしか休みないから、基本は。あ、チャンネル登録のXさん、ありがとうございます。次回は一応土曜日ですので、よろしくお願いします。土曜日はちょっとね、遅いですけどね。来た、来た。腕先見えた今。鉄道マニア。鉄道マニア。向こうばっかだな、東京行きばっかだな。もうこっち来ないんだ。こっちの方来ないんだな。東京行きがもう最終なのかな、多分そろそろ。ね。小田武藤呼んでいるの今。こんばんは、花さんね。長いから長行きはもうないんですよ。来てないんですよ。東京行きはあるみたいだけど。ビュン、いきなり立つ。誰も乗ってない説、マジでね。下りもう終わりか。すごいよね、でもね。何回往復してんだろうな。あげるさん、すいませんね、スパちゃんね、どうもありがとうございます。あ、ほんと北海道ね。小町さん、こんばんは。新幹線ロックしちゃった、今ボトン押しちゃった。あ、10時47分東京発で終わりってことはもう通り過ぎてるよね。今11時だからね、多分ね。ね、おそらくもう今日は終わりだね。あ、三島駅で終わりなんだ。車は通ってないよ、新幹線ね。もう行けないんです、今日は。あ、まあ、次回来るんじゃない、そのうちね、近いうちに。そう、危険だからね。2万5000ボルトだからね、超危険ですよ。なんて書いてんの、なんて書いてんのこれ。よくそんなとこ一人で。まあ慣れもあんのかな。
多分真っ暗でしょ、これ真っ暗でしょ、真っ暗でしょ、見てですね。でも明るくするとこんな感じ。そうそうそうさ、1万1000ルーメンはアマゾンで売ってたよ。7600円だっけな、300円だっけな、うん、これバイク、バイク何ニヤンってことだけど、暗いよね、本当ね。うめき、なんか聞こえたけど、うやーって。何のためにこう作ったんだろうね。うん。お腹鳴ったね、またね。多分ね、ラーメン食べたからかな。足りねえんだよ、ラーメンじゃな。9名買おう、1枚する。そう、プライムで。新幹線2兆あれば16円して買えます。でもそれを買ってもヒデさん置くとこがない。この辺ね、さっきこっちそっち行ったんだけどね、点検用なのかな、点検用なのかな、これ。おお、音鳴った、カンって。うん、見たらね、花綺麗でしょ。もうだって時間がなかったからね、もうほんとやべえ、配信が間に合わねえと。ほら写真、なんか音鳴ってんな。食べない食べない。何の看板、これお茶じゃないよな。何の看板、あ、これこれ新幹線の看板、こういう風に綺麗ですよって。うん、ラーメン食べたい。何なんだろうね、ここね。今まで行ったところで一番怖かったの、みんなよく言われるんだけど、結構怖いところって大体同レベルなのよ。だからそんなにね、怖さが出ないんだよ。ただたたり系はあるね、確実に。たたり系は、うん、そう、素敵なところみたいね。はい、皆さんこんばんは、ともね。野草。やだ。まあ、そんな感じですかね。次どこ行こうかな。真っ暗だ。いいですね。あともう一箇所ぐらいちょっと行ってみると、どこ行こうかな。北海道行きたいよ、今から。あ、新幹線また来たよ。あ、来たよ。来たよ、ほら。これ最終か？これ最終かな？ほら、新幹線来たよ。最終かな、これは。沖縄遠くて無理です。沖縄あんまり別にそんなにね、行きたいと思わないんで。そう。なんか新幹線配信でしたけど。そう、人形結構やばいね、たたり系。千葉県、うーって言ってる。あ、小壺ね、電波が悪いんだよな。あそこ行くと YouTube がね、調子悪くなんだよね。呪われてんのかな。そう、あそこほんと電波悪いね。福島、飛行機の音みたい。広島まで行けないな、遠い。本当釣り橋はね、何回も行ったんだよ僕は。釣り橋本当危ねえんだよね。御殿橋はこの間行った。埼玉もね、あの一箇所だけまだあるんで行きたいとこが。まあそのうち行くかもしれないけどね。そこ怖いから、ソスさんと一緒に行こう。いや本当やばいんだそこ。結構過去に、ね、目撃されてるらしくて、そこはまあソースさんとこう二人いないと危ねえかもしれない。結構たたり系なんだよそこ、殺人事件の現場だから。そう、ソースさんがまたあれお腹痛くなっちゃって
天野さんこんばんはね、天野さんこんばんは。御殿場結構行ってるよ、二の川神社も行ったし、あとゲート下ね、そこも自殺ゲートね。そうね、俺のマップすごいですよねかなりね、増えてますからね、あとね公園、うん、嬉しい、すみません。よかったよかったね、見れてね。これ何なの、こう土手。あー、すみません、すみません、飲み物代、スパチャー、すみません、ありがとうございます。やばい、寒いな、これ。正丸峠も行ったけど、電波なかった。そう、なんか臭いな、焦げ癖ということで、次、ちょっと今どこ行くかも考えましょうね。もうほんと一箇所ですよ、でやめようと思ったんで、今日考えてないんですよ、全く。じゃあ皆さん、ありがとうございました。お疲れ様です。